シネマへようこそ、森川みどりです。今回ご紹介しますのは、ハピネットファントム配給、青春 18×2、君へと続く道なんですが、この宣伝をされている新通の高畑陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、高畑さん、むちゃくちゃ良かったですね、これ。ですね、ありがとうございます。特に後半ぐーっと来て泣いて泣いてもう大変やったんですけど、そもそもこの作品、はい、原作はあるんですね。はい、原作あるんですけれども、うん、これ脚本監督が藤井道人さん、あの新聞記者とか、4年中年の監督になりまして、はい、で藤井さんがその原作からちょっとまあ、うん、一部変えたりして、脚本を手掛けた、ちょっと映画になっております。でもね、これ台湾と日本、はい、で、まず国が違う。そ、は、れ、い、から時代が、18歳の時と36歳。はい、この両方を非常にわかりやすく、思い出深く描きはんのは、やっぱり藤井監督の手腕ですね。すごいですよね。で、その、シュウ・ガンファンっていう主人公ジミを演じるのが、台湾で有名な俳優シュウ・ガンファンなんですけれども、その彼が18歳の高校生役と、その今の36歳を演じてるので、どっちも、そうなんですよ。そこもすごいなという。本当はいくつなんですか？本当はね、いくつでしたかね。36ぐらい。そうですね。だから18歳ではないわけです。そうなんですよ。だからその高校生演じてるのがまたみずみずしいというか、でしかもこれ撮影はその現在の36歳の日本から撮影始めたらしいんですよ。これ聞きの方はちょっとややこしいかもしれないですが、はい、一番最初は36歳のジミーが登場します。はい、で自分でこうゲーム会社を立ち上げて、はい、非常にうまくいってたんだけど、まあ割と厳しい。で、仕事に熱意がありすぎて、はい、周りから反感を買って、で、その自分のオーナーとしての地位を追われてしまう。で、たまたまそれでも会社を辞めて、はい、台湾にあった会社から自分の故郷の台南に帰って、で自分の部屋、まあ昔いた部屋を見たら、はがきがあって、そのはがきを読みながら思い出して、18歳の頃の自分へ一回帰ると。で、18歳の時はまだまだ何にも目的も何もないジミー君は、カラオケの店で働いてるんですね。アルバイトをしていて、はい。で、そこにバックパッカーの女の子は、アミちゃんと女の子、日本人の女の子。これを清原果耶さん。はい。いいですね、清原果耶さん。藤井監督とは今回3回目の共演で、もう監督が、その、まあ、15歳の時に、清原さんが15歳の時に最初の、ナイターで、デイ&ナイトで共演されて、はい、その時からもう戦友と言っているぐらいで、今回3回目なんですけれども、私3月のライオンの時に清原さんにお会いして舞台挨拶参加していただいたんですけど、もうね、みずみずしいとか透明感が素晴らしくて、大阪の方ですよね。あ、そうですね、関西です、ね。はい、だからもうお話ししててもすごく、もちろんもう最初だからドキドキはしてはるけど、この人絶対 This is 女優ね、そうですよね、になれはるなと思った。そのまま素晴らしかったですね、今回も。そうですね、でこの間は大阪の舞台挨拶で、はい、大阪にも来ていただいて、その時も最後ちょっとご自身で振り返って涙ぐむシーンがあって、それ撮影中のことを、そう思って、監督と2人で舞台挨拶を出されたんですけど、まあ、監督のこうなんていうんですかね、賞賛を受けて、まあ、自分も振り返って、なんか、まあ、関西っていうのもね、そうか、ちょっとこう、涙するっていうのも、なんかずっと我々も、なんか思い出して、ってなるか。いいですね。それぐらいこう、なんですか、この作品ってこう、じわっとくるっていうか、なんか激しい何かがあるわけではないんですけれども、なんか振り返って、こうちょっと泣けてしまう。なんか誰もが歩んできた18歳の時とか、はい、でその時、まあ、ジミーさんは18歳だけど、はい、アミちゃんは4つ上なんですよね、はい、でこのカラオケ店で出会って一緒にバイトする、はい、でまあこんだけ綺麗な人だな、お客さんもどんどん増えてくるみんなの、ね、人気者ですね。で、はい、で
ジミー君も好きになるけど、うん、それを言い出せない、うん、だからそういう思い出ってシチュエーションは違うとみんな持ってる。そうですね、初恋はね、誰にでもありますから、ね、ありますから我々にもありましたからいいんです、あってあっていいんですよね、はい、でこの2人のその要するにジミー君が18歳の時の描き方が、はい、ディテールが細かいから、例えば2人で映画を見に行くシーンあるじゃないですか、うん、はい、あれ岩井俊二監督の、はい、ラブレター、はい、もうラブレターなんか本当もうそれとなんかリンクするような映画だから、うん、2人で見ているシーンとか、うん、それから雪の中とか、うん、これが後でまた出てくる、そうなんですよ、それもすごいやっぱ監督の不安といいますか、ちょっとリンクさせたいっていうのがある、で、しかもなんかこう、あそこ行きたい、ここ行きたいっていう中の一つに、ランタンを、うん、はい、あげるシーンね。あの、綺麗なシーン、うん、あ。その台湾といえばっていうところありますもんね。うん、そうですね。ランタンの子をあげるって。で、自分のなんか願いを書いて、うん、お互いにか、こう、それが叶ったらまた会いましょう、みたいな。だから、こう、ジミー君にとってはすごい好きなんだけど、はい、それが言い出せない、はい、言おうとしたらなんか違うシチュエーションになって言えない、はい、なんかその二人のこう何ですかね、淡い感じもすごいよく描かれてます、うん、いいですね、あとあの台湾ならではのバイクの、あ、そうそうそう、ね、二人乗りとか二人乗りのシーンとかね、よかったですよね、うん、で清原果耶さんが、はい、4つ上っていう、はい、この男の子4つ上っていう、そのちょっとお姉さんでしっかりしてて、で、ね、はい、で自分はなんか描きたい絵、うん、誰にも描けない絵を描いていきたいっていう、そういう目標を持ってて、うん、である日突然日本へ帰る、うん、ここで私ら見てて、うん、何なんで急に、うん、ね、そこも多分なんかジミーにとってもあんなにね仲良くこう、ちょっとこう何ですかね、気持ちが通じ合ったのかなと思ってきたところで突然帰ってしまうっていうので、まあえっていう、何がっていうのはありますね、ありますよね、うん、でそこが何っていうのを残しつつ後半へ入っていく、うん、はい、あのこの2人があれなんか電車に乗ってるのかな、イヤホンを片耳ずつ入れてで、時代ですね、音楽を聴くっていうのが、はい、なんかすごくこう微笑ましくて、で、この曲が何なんかなって私思ったんですよ。だから普通の映画だったら、はい、そこでなんかバックグラウンドミュージックみたいに曲がブワーンと聞こえてくるの、はい、全然曲聞こえないんですよ。シーンもまたいいですよね。いいですね。それぞれの多分頭に浮かぶ曲っていうのがあって、それをこう邪魔しないじゃないですけど、うん、やっぱり人によってこうね、うん、曲が違ったりするんで、それにこう浸れる、あの瞬間というか。ということは、見ているものがあそこで聞こえてくる曲、はい、メロディーを自分で頭の中で想像していいってことですね。自分たちの初恋の思い出の曲ってあったりするじゃないですか。うん、そこをこうちょっとあえて監督は流さなかった。だから珍しい演出やなと思ったんですよ。ですね、で監督がすごい、あの今回この映画の主題歌ミスターチルドレンの、はい、あの新曲なんですけれども、書き下ろしですか。そうなんですよ。でそれもあの監督が脚本を書いたのあのを事務所に持って行って、はい、でそのミスターチルドレンのメンバーと桜井さんが読んで、うん、曲を読んでもすぐもう書いてしまう。テーマ曲ができた。それでもう監督はもうダメ元、うん、断られると思って頼んでいたら、なんと曲をもう書いちゃいましたみたいな。出来上がりました。すごいな。それでその曲を持って次あの台湾の撮影に行けたから、うん、それもすごい良かった。そうか、もう先に日本の撮影をしているから、うん、はい、だからこれはさっきのその思い出のシーン、18歳のシーンと、次またもう一回36歳に戻って、で、自分はもう仕事も追われてしまう。で、最後の仕事として東京でミーティングがある。で、日本へやってきた。じゃあ、あの、アミに会おうと思って、アミ自身のなんかいろんな思い出の中で出てきたところをこう訪ねていくんですよね。後半はちょっと、まあ、最初はね、そういう淡い初恋のラブストーリーかと思いきや、後半はもうガラッと変わって、今度はロードムービーっていうか、そうよ。
このジミーが36歳となったジミーがこの日本でアミのこうなんですかね、思い出の場所をこう辿っていくっていうのが、またここがまたえっていうなんか違う映画になるといいますか、なんか日本映画見てる感じですよね、うん、ですね、だけれどもまあ要所こうなんか要所要所つながる部分があったりして、はあ、でまたこの出てくる場所がまず東京ですよね、はい、次鎌倉、うん、これがスラムダンクになるんですよ。そうですね、今ね結構皆さん聖地巡礼で行ってはりますもんね、うん、でここへ行って、はい、でそれが長野へ行って、はい、新潟行って、はい、そして亜美があの育った福島へ行くと、はい、あの電車の中で若い男の子に出会うじゃないですか、はいはい、あ道枝さん、そうなんですよ、道枝さんもその監督が、うん、まあ、この18日本で出会う今度18歳の男の青年、そうか、そうなんです、はいはい、36歳のジビーが日本で18歳の男に会うんですけど、その時にやっぱ道枝さんだったかなと思ってたそうなんですけど、それもなんか一瞬だしと思ったけど道枝さんがオファーを受けて、そうなんですよ、すごいですね。あのシーンも良かったですね。良かった。なんかこう先輩なんだけど、うん、でも自分日本に詳しい道枝俊介さんの方は、うん、でジミーの方は日本知らない、うん、で2人で一緒にちょっとの間旅をして、であの列車に乗ってトンネル抜けたとこの雪、はいはい、あそこは、あそこで私まず泣きましたああいうやっぱ何ですかね、風景っていうか演出がすごいやっぱ藤監督ってありますよね。そうですね、あの本当トンネルを抜けるとっていう川端康成さんの文章じゃないけど、ブワーッと白銀の世界で、でそこでまたちょっと あのラブレターの映画っていうのが蘇る、はい、で一体何を追いかけていくのかっていうのは、これはもうぜひ映画でご覧いただきたいんですけど、だからこの中に出てくるいろんなエンタメ、例えばメイデーの話とかも出てくるし、なんかゲーム好きの人にとってはもういろんなゲームの名前も出てくるし、だからそれぞれいろんな人の中でこう重なる、刺さってくる部分があると思うんですが、私びっくりしたのがこのプロデューサーがチャン・チェンなんです、はい、あのレッドクリフの、そうです、むちゃくちゃ男前な俳優さんで、はい、チャン・チェンがプロデュース、もともとこのまあ日本と台湾合作になってる、あのそもそもは、はい、あの藤井監督のルーツがまあ台湾にもあるって言います。あ、そうなんですか。藤井監督のおじいさんが台湾にあの住んでらっしゃって、ただ監督自体はその行ったことがなくて、なんか台南エリア生まれ育った、おじいさんが生まれ育った町に行きたいなって思いはあったらしい。ほうほうほう。で、あの学生のうちあの自分では行かれたんですけど、でいつかこの台湾で映画っていうか合作映画を撮りたいという思いがあったので。それをね、まあ、実現してしまう、すごいですね、うん、そうなんですよ、思ってなかなかできないですからね、なんか日本で出会う、うん、あの黒木華さんが自分が願ったこと、うん、夢に見たことが仕事になるってすごいっていう話をするじゃないですか、うんうんうん、はい、あの時もあのゲームを作った人みたいな出会い方でそうですよね、ね、なんかいっぱいこうセリフの中とか、うん、はい、モチーフの中に私たちの人生に少しずつヒントを与えてくれたり、確かにそうだなと思わせる、若い人はこれからの自分を持ってヒントになるし、もう年齢を重ねた人間は振り返って、はい、そうそうっていう、うん、あったあったみたいな、はい、なんかいろんな世代が楽しめる作品です。そうです、やっぱり誰にでも青春はあるというか、そしてまだこれからね、うん、18×2×3×4 でも大丈夫なんで、大丈夫です、はい、×4 でも大丈夫です、いやでもそう思いながらご覧いただけたらすごくいいと思います。青春 18×2 君へと続く道、では最後に高畑さんからメッセージをお願いします。はい、いろんなその対談の素敵な、なんですかね、あの、観光地といいますか、うん、スポットも出てきますので、なんか、
実際に行ったことない人でも台湾に行った気分になれる旅をできるあの映画になってると思いますので、ぜひあの休みの日ちょっと遠出できなくても映画館で楽しんでいただけたらと思います。ドキュメンタリーみたいに見れますね。そうですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。心痛の高畑陽子さんでした。